山本國五郎作「国運変歴」その第61回「六の五」続きから大川端を歩いていることに気づき渡し船に乗ったどの渡し場だったか覚えがない狭い路地で女たちのひしめいているところを通り抜けた堀端に面した居酒屋を2軒2軒目だと思ったら 残念目だったことに気づき少し酔いすぎたなと思った「口に言わねえど心には」とまた誰か歌っているのが聞こえた「いっそ死のうか死にたい」と手を取り合うて引き寄せる「ほかげも薄杵承知のぶうち」「恋のおだまきの真珠場だな」 昼夜は思っただが節回しが違うそこはに上がりだいっそ死のうかというところからに上がりになるんだと彼は首を振ったそこはねこうやるんだと昼夜は目をつむって遮ったいっそ死のうか死にたいと彼は口じゃみせんで歌いだしたそこがどんな店で 辺りがいつか静かになったのでひょっと目を開けてみると十人ばかりの客や釈をする女たちがそれぞれの姿勢でシーンと聞いていた昼夜は歌いやめると四十絡みの人足風の男が勘どくりときを持ってこっちへ来た酒焼きの伸びた頭に鉢巻きをし 汗のにおいそうな斑点に紺の冷めた腹がけと桃引き履き古した草履吾履いていた日に焼けて栗色に光る角ばった顔は黒い武将ひげに隙間もなく覆われていておかしいほど芝居でする雲助か山賊のなりに似ていた「中弥師匠結構でしたね」。 と男は脇へ来て腰をかけ杯を差し出しながら言った「今のは宮古座であった末の浄瑠璃でしょう」昼夜はうなずきこっちを眺めている女中を招いた女中の一人が立ってくると受けた杯に口をつけておき女中に新しい杯を出させて男に返拝した「ほら猪吉ってもんだ」 と男は杯を持ったまま口をつけずに言った横網のまあいいやそんなことはいいが師匠おめえさん俺の杯が受けられねえのかい気を悪くしないでくれと中也は穏やかに答えたこれは足の癖なんだ火を取るなんぞの杯は受けねえってんだな癖なんだと中也は言った 飲み出すと、酒好きのやりとりを忘れちまうんで、帰って相手の気持ちを悪くする始末さ。それで初めっから酒好きは、命名にすることにしているんだよ。それが本当ならしようがねえ。嫌なこと言ってすまなかった。と言って男は、受けた酒好きの酒を飲み、昼夜に釈をされながら続けた。ほら、師匠の女類が好きでね。 去年の糸柳恋のおだまきも三度古彩見に行ったよ。しべえがお好きですかああ好きだめっぽう好きだ成田屋がひいきでね。男は四杯目に継がれた酒をすっと煽った。ひらがな清水器の吉森ね。千本桜の義経。まあどんな役にしろ。 成田屋がすると大きくもなるし役がいけるからね師匠は成田屋のし谷いにジョルリ屋つけねえようだなこっちはまだ駆け出しでねほら師匠の浄瑠璃が好きだ恋のおだまきで食いっだけ好きになっちゃった酒をもらってもいいかい男はそう聞いて昼夜の答えも待たずに酒を命じたこんなところで 昼夜しようにでっかそうとは思わなかったええスつおを近づきに今夜はゆっくり飲もうなあ師匠いいだろうそれからどのくらい経ってからか二人で二軒ほど飲み歩いた猪吉というその男がほとんど一人で飲み絶え間なしに一人でしゃべった猪吉は相当な芝居好きで評判になった狂言は 三座のどれをも見ていいるらしい特に幸四郎團十郎松助の3人はその声色から仕草まで覚えてい髪型の役者や狂言を芥のようにこき下ろした中夜はいい加減に相槌を打っていた「こういう客がしびを悪くするんだ役者の声色や仕草を覚え込みそれを型にはめようとする」。 どんな役を演じても、團十郎は團十郎でなければ承知しない。こういう見物は芝居を見るのでなく、いつも舞台の上で引き役者が得意の芸をするのを見に行くのだ。こういう人間が芝居を堕落させるんだ。何だと猪吉が突然怒鳴り出した。え、はい、もう一度言ってみろ。團十郎がどうしたってんだ 6の6昼也は立ち上がった男が何で怒り出したのか全くわからなかったし誰か別のものに怒っているのかとも思ったしかし昼也が立ち上がると同時に猪吉というその男も立ち上がり昼也の着物の襟をつかむと「野郎表へ出ろ!」とわめき 止めに入った誰かをはねのけながらほとんど引きずる予防にして中哉を店の外へ連れ出した「ざま見ろ!」と中哉は心の中で自重した男の拳が頬骨に当たり平手が横顔で高い音を立てたそれがくたびも繰り返されたが痛みは少しも感じなかった「いいざまだいっぱし芸だの誇りだのと」と 偉そうなことを言いお世辞や追奨や金の力で得た人気によっていた昼夜師匠が見ず知らずの人足にさえ軽く扱われ罵られ殴りつけられているんじゃねえか人足こいつの方がよっぽど人間らしいこの男はその正味で生きてき今でも正味で生きている自分の力で自分の汗と油を流して生きているんだ こういう人間にぶつかれば貴様の値打ちなんぞ消し飛んでしまう。何が中夜節だ貴様の芸なんぞにどれほどの価値がある。色も形もない幻、実体のない空想じゃねえか。殴られているその拳をありがてえと思え。それこそ本当の人間の拳だ。お世辞もへつらいもなく、中夜という名にもこだわらず。 一人の人間が一人の人間に対してじかに怒りをたたきつける拳なんだぞ」と忠也は思ったそれからどういうことがあったかほとんど記憶に残っていない気が付いてみると額にぬれてぬぐいがのせてありすぐ脇に女が座っていた目を開けると星のきらめいている高い夜空が見え 周りでは虫が鳴いいていた。そっと体を動かしてみると脇腹や太ももに痛みを感じた「ここはどこだ?と」と忠也が聞いた「深川です」と脇にいる女が答えた「目を開けると星のきらめいている高い夜空が見え周りでは虫が鳴いていたそっと体を動かしてみると 脇腹や太ももに痛みを感じた「ここはどこだ?と」と忠也が聞いた「深川です」と脇にいる女が答えた「ここはお不動さまの横の草原です」「草原かそれで星空が見え周りで虫が鳴いているんだな」と彼は思った「どうしてこんなところにいるんだ」「覚えていらっしゃらないんですか?」 誰かと飲んでいたな。中夜は女を見ようとして首を曲げたが痛みを感じて眉をしかめまた仰向きになった「そうだ猪吉とかいう男だその男を何かのことで怒らせたらしい何で怒らせたのかわからねえが酔っ払いのようでしたよ」と女が言った「わけも何もないんでしょ」う。 酔っ払うと乱暴をする癖があるんだって店の人たちが言ってました「店っていうと中町の小さな居酒屋です」「おめえさんそのお店の人か」女はちょっと間を置いてかから、通りがかりのものもです。と答えた「あの男は本所横網のなんとかいう親分の身内なんですって」と女はすぐに話を変えた。 あなたに乱暴をするのでそばにいた男の人がふたありあの男を捕まえてやっつけたんですよするとあの男は何々親分の身内だ仕返しに来るから待っていろってすごいようなことを言って逃げたんですそれで本当に仕返しに来るかもしれないここにいては危ないからというので人の手を借りてこの草原へ移したんです 女は語った。「そうかそれでこんな草の上なんぞに寝かされているんだな」と彼は心の中でうなずいた「ひどいおけがはないようですけれど」と女が言った「どこかお痛みになりますか?」。昼夜はそっと頭を振った雨を含んだような生暖かい風が頭の周りの草をそよがせ そのの風がが送ってくるようにの音がに音かかす聞こえた。どこかで誰かが忍び泣いていた家の中にすれば一部屋隔てたくらいのところで声を殺して忍び泣いているそういう気配が感じられたもう何時だろう中夜はお京のすすり泣きを聞くような気がしてそっと言った「うちへ経てんだが」。 もう少し辛抱してください、と女が言った。手伝ってもらった人に籠を頼みましたから、もう来る自分です。昼夜は安堵の吐息を漏らした。女の声は温かくしっかりしていて、こちらの不安や惑いを解きほぐし、すべてを任せていいという包容力を持っていた。奇妙なことだが、その女が誰であるかということも、 知っているものか見知らぬ人かということさえも考えなかったもちろん強く酔っていたので女との対話もはっきり意識したものではなく後で思い出しても断片的なまとまりのないものであった「旦那!」もし旦那、と誰かに呼び起こされた「護です起きてください」昼夜が目を覚ますと、 腰や太ももに痛みが感じられたがそれほどひどくはなかった「ここはどこだ?」と聞こうとして自分が草原に寝ていたことに気づき初めて夢から覚めたように辺りを見回した女はいなかった「ここにいた女はどうした?」と聞こうとしたが それより早く駕籠屋は連れを呼び寄せ2人で左右から昼夜を抱き起こした遠慮なしに寄っかかってくださいと籠屋が言った「っうん、大丈夫ですか痛みませんか大丈夫歩けるそろそろ参りましょう」彼らは昼夜を支えながら静かに籠へ乗せた話は伺いましたひでえ野郎があるもんですね えどうかこれはお膝へうちは新国長だ膝の上へ置かれた何かで膝頭を包むようにしながら言った道順はわかるかなよく伺いましたと籠屋が答えたしかし木戸や御門がもうダメでしょうから元柳橋の岡本へお送りするようにと言われたんですが岡本 誰がそんなこと言った「お連れさんっす」「女かと聞くとそうだと答えたそれでは岡本で知っていた女かと思いだが岡本へは行けない船で神田川を登ろうと思ったこの辺りに知っている船宿はない柳橋まで行かなければならないがと考えたが籠で揺られているうちにまた深酒の酔いが戻ったのだろう」 ついうとうとととっってしまったはっきり目が覚めたのは明る朝でかや越しにそこが自分の家の寝まであることを確かめた時火の中からすくい出されでもしたように大きく長いため息をついたどこかで船に乗り換えたようにも思うがそれがどこだったか籠はどうしたか全然覚えがなかった「あなた お風呂ができました。というお経の声でまた目が覚めた「今加減を見ましたけれどお入りにありませんか?」「うん」と中夜は言った「ではここへ浴衣を置きます」「中夜は起き上がった」「風呂で見ると右腕と腰骨とほかに二所薄くあざができていい」 湯でしめすと頬もヒリヒリした王とのように嫌悪感がこみ上げてき彼は口を開いてあえぎながら「何にも思うな」と自分に言った「今は何も思うな」世間の男が経験することを経験したまでだ「忘れてしまえ」と心の中で自分に怒鳴った風呂から上がるとひげそりの支度ができていた。 伸びている武将ひげを剃る時左の頬骨の上にもあざのあるのを見つけたお京が髪を言い直してくれてそれから着替えをする間何か言われるだろうとひどく気が重かったがお京はそれを察しているように余計なことは何も言わなかった「食事にするか」と聞かれたので「酒を飲む」と答えたがそれにも逆らわず「では」 すすぐに支度をしますと立っていったきれいに片付けて掃除のできた居間に座りぼんやり狭い庭を眺めているとお京が畳んだ羽織を持って戻ってきた「これをお返しするんでしょう」とお京が言った「どちらへお届けしたらいいんですか?」。昼夜には訳が分からなかった「荒い棒島の 女物の薄織である中夜が不審そうに黙っているとお経はやはり女持ちの小さな紙入れを出してみせた「これには乗り物のダチが入っていたんですって」とお経は言った「籠と船と両方ちゃんと払ってまだ少し残っているようですわ誰が持ってきた船夫の天さんです。 ここまであなたを送ってきてくれて、籠屋から頼まれたってこの二品を置いていったんです。お経は薄羽織の上へ紙入れを乗せて、そこへ置いた。話の様子では籠屋も初めて会った人らしいんですけれど、お知り合いの方じゃないんですか。岡本を知っていたようだ、と昼夜は不機嫌に言っ 俺には誰だかかわらねではどうしましょう中夜はそっぽを向きながら「あっちへ持ってゆけ」というように手を振ったお経は一度置いたそれを取り上げて「酒の支度はすぐにできるから」と言い足音を忍ぶように出て行った「あそこで敷いたんだな」と一人になってから 昼夜はつぶやいた。草原へ寝かせるときあの薄羽織を俺の体の下へ敷いてくれたんだそしてあの紙入れの金飲んで使い果たしたか猪吉に殴られていてなくしたか俺はもう金を持っていなかったんだろうそれで自分の紙入れをか籠屋に与えて送り先まで頼んでくれたんだ この新国町のうちも知っていたようだ。彼はぐらっと頭を垂れながらつぶやいた。そうして岡本も知っていた。そうだ。駕籠屋の口ぶりじゃ、ここも岡本も知っているようだった。が、俺には覚えがねえ。ことに深川のあんなところで会うような女に知り合いがあろうとは思えねえ。一体誰だろう と考えあとからこっちで覚えのないような女にあんな集体を見られたかと思うと自分の体からドブドロと海汁がにってくるような縁起感に襲われ昼夜はぎゅっと目をつむり肩を縮めて身震いをした「あなたは誰にも尊敬され愛される」という声が耳の奥で聞こえた。 人に避難されたこともなく、暖かい家庭で美しい妻に貸し付かれて貧乏の味も知らずに暮らしている。とその声は言った。これは男を骨抜きにする生活ですよ。中夜はうめき声を上げた。旅へ出よう。と彼はつぶやいた。あの居酒屋で見かけた その日稼ぎの汗と油にまみれた人たちの中へ入ってゆこう自分の経験しないことを歌うなと大師匠は言ったそうかもしれねえ自分は平穏無事な温かい生活をしながら不幸や絶望や死に追いやられる人間の気持ちを語るのは誤りだ技巧でそれらしく語れてもそれは現実を言いくるめているにすぎない もし俺が本当に万人の胸に訴える昼夜節をものにする気ならそれが本心ならこの生活から抜け出して一度はあの人たちと同じように生きてみることだそうではないか彼は両手を膝につき頭を折れるほど低く垂れたその勇気があるか思い切って旅へ出る 勇気があるかと彼は自分に問いかけた間もなくお経が善をもって現れた独白あの方は大阪へいらっしゃるというジョールリも芝居も髪型が本場だから大阪へ行って昼夜節の値打ちを試してみると大和屋さんにおっしゃったそうだ本当にそうだろうかと 私は疑わしく思う。私の頭からはまだ5月の箱根の出来事が離れない本田さんの嫉妬深さは知っていたけれどあれほどひどいとは想像もつかなかった私にはばかばかしいだけで笑う気にさえならなかったがあの方に悪いので言いたくもない言い訳を言ったそれでも納得しなかったのかそれとも子供っぽい 払いせがしたかったのかあの方の座敷へ押しかけていって「不義者など」と罵り「女はくれてやるだの芸人風情では旅費に困るのだろう」と言って金包みを投げつけたりしたということだ「バカバカしいというよりきちがい同様なやり方である」「私にはもちろん暇をもらったし女を囲うような人間にはありがちなことと」 諦めはついた。けれどもあの方はそうはいかないだろうあの方は男でもあり元はお侍だった今でも侍かたの残っている性分だからそういう無礼な目に遭わされたら黙ってはいられないだろうおそらく果たし合いでもなさりたいほど怒り不当な鉢をすすぎたいと思われたに違いないけれどもあの方は我慢なす どんな思いで辛抱をなすったかと思うと私は死んでしまいたくなり本当に死んでしまおうかと思ったものだ考え直したのはいやこのままでは死ねない何かの形であの方にお詫びをするまでは死ねないと気づいたからであるそうしてあの方に手紙を書きその晩のうちに遠の沢へ降りてしまった。 江戸へ帰った私はすぐに柳橋の松の家を訪ね久吉姉さんに会って事情を話した「本田さんと切れた以上駒形の家には住めないからどこかに小さな家を見つけたい」「当分暮らしには困らないけれども羽たの師匠でもするつもりだ」と言ったら久吉姉さんは笑った「駒形の家はあんたのものだ」 出るる。必要は少しもないといとうのである私は本田さんの息のかかったものは何一ついらない塵も残らず返したいのだと言い張ったそして結局は松の屋にしばらく置いてもらうことになり駒形の家から自分のものだけ選んで松の屋へ運んだ浴衣一枚でも本田さんに買ってもらったものには手を触れなかった蔵前の 清兵衛という人は亡くなった母の旦那であるが久吉姉さんから話したのだろうある日万世老へ呼ばれて家を探しているそうだがいっそ建てたらどうだと言われた母が亡くなった後、松の矢を売ったり何かした金を私が利稼ぎをしてやろうと預かってくれたそれが相当まとまった高になるので 自分の家を建てた上、「何か商売をしたらいいだろうというのである」「その時私はあの方のことを思い出し考えてから返事をする」「お金はもう少し預かっていてもらいたい」と答えた「江戸へ帰って5日目に私は大和屋さんと会ったあの方がどうしているか知りたかったのであるが半四郎さんの話はひどいものであった」 箱根ではあのいやらしい吉原藤次郎が遠野沢で待ち伏せていてあの方に果たし合いを迫ったというそれは作者部屋にいる社畜という人が現場を見あの方にはけ我はなく吉原が逆に腕を切られてこれからも付け狙うと言ったそうである主人も主人なら家来も家来正気の沙汰とは思えないし 規則のやかましい武家でいてあんな事情でこれからも付け狙うなどということが許されるとは考えられないおそらく負け犬の遠吠えであろうそれは心配する必要のないことだけれどもそのような迷惑までかけた私の責任がそれで二重にも三重にもなったことは否めないだろう半四郎さんはそんなに気負わなくともいい済んだことだと言ったが 私はどんなことをしてでもこの償いはする」と心の中で思い決めた「ひどい」というのはその後の話だこれも作者部屋の社畜という人が口を滑らしたのだそうだが去年の恋のおだまきが芝居になったのも今度の芝居が上演されるのもみなのも。 堀の岡本さんが金を出すからだと聞きあの方は岡本さんへ断りに行き中村座の座元へ今度は金は出ないと断りに行ったすると座元はその場であの方の芝居をこの次に回すと言ったそうである芝居というものは出資者がなければ幕は開かないと聞いてはいたがそれほど割り切ったこととは思いもよらなかった。 金を出すももののがあったので芝居も上演され、昼夜節の浄瑠璃も評判になった金が出ないとなると途端に芝居の上演は取りやめ昼夜節の浄瑠璃もお蔵にされるあの方はどんなお気持ちだったろうか大和屋さんからそのことを聞いた時私はそれもまた自分の責任のように思い体中へ氷の針でも刺されたようにぞっとそうけだった」。 私にはあの方の心の中がよくわかるように思う初めてあの方の刃唄を聞いて以来いつも私はあの方のそばにいる思いだったし忘れたと思ってもあの不思議な緑色の幻や刃唄の三味線の音が聞こえてきて自分をあの方のそばへ引き戻すようであった箱根の出来事に続いてすぐ中村座のことが起こった。 「箱根でお目にかかり今度の芝居につける浄瑠璃のことであの方がどんなに苦心なすったか私は知っている」「行き詰まっていた節ができたというあの晩の喜びようは羨ましいほど深く大きな感じだった」「あの方はどうにかなってしまうこのまま手をつかねてはいられないと私は思いそれからずっとあの方の後をつけまわった」 人が聞いたら笑うかもしれない。久吉姉さんにも話せなかった。自分で考えてもどはずれだと思うし、つけまわることが何の役に立つという自信もない。けれどもじっとしていることがどうしてもできないのだ。こんな子供騙しのようなことはやめようと、精一杯自分を抑えようとしても、こうしているうちにあの方がどうにかなってしまいはしないかという不安で胸が押しつぶされるようになり、 やっぱり出かけて行かずにはいられなくなるのであったあの晩門前な課長であったことをお役に立ったとは考えていないあんなところを見たらほんの通りすがりのものでもあわせずにはいられなかったであろう幸いあの方は酔っていてあたしだということには気づかれなかったようだ薄羽織と紙入れだけではあたしの身元まで突き止めることはできないだろう 誰でもああしてあげるだろうけれども私は私でつけまわっていたことをよかったと思うしこれからもずっとあの方を見守っていてあげたいと決心している中町の騒ぎがあってから半月あの方の飲み歩く癖は止まったおうちで朝から飲んでいるそうだが外へ出る様子はないこの間に2度大和屋さんが訪ねるのを見かけたので 昨日私の方から大和屋さんを訪ねたそしてあの方が大阪へ行くという話を聞いたのである確かに芝居も浄瑠璃も髪型から出たものだその本場で昼夜節の値打ちを試してみたいというのも嘘ではないだろうしかし箱根以来のことを考えてみるとそれだけの理由で大阪へ行くとは私には信じられない 大阪へ行くのは本当かもしれないがそれっきり江戸へは帰らないつもりではないかという予感がするどうしてそんな予感がするのかと言われればこれがこうだと口で言うことはできないただ私にはわかるのだと答えるほかはないしつまらない取り越し苦労であるかもしれない私はむしろこれが取り越し苦労であるようにと祈りたい気持ちである 気合へ預けたお金に手をつけなかったのは幸いだった私は当座入り用と思われる金を出してもらいあとは旅先から知らせる度に送ってもらえるように話を決めたあの方について行くとは誰にも言わないどう詳しく話したところで久吉姉さんだって分かってはくれないだろうそんなバカなことをと笑われよした方がいいと止められるに違いないからだ 暑い真夏の旅が気になるけれどあの方についてゆくというだけでそんな気後れはなくなってしまう旅に行っては一応伊勢参宮ということにしたそれに大阪から京を回ると書き添えてもらった久吉姉さんや周りの人たちはボかんとして口を出すこともできず私のすることを呆れたように眺めているだけであるもう旅の支度もできた あとはあの方の出立を待つばかりである「七の一このごろ若旦那の様子が変じゃございませんか?」とおうが言った「ご新人さんはそうお思いになりませんか?」そうねとお京はあっさり答えた「変だなんてこともないでしょう」それは箱根から帰って五六日後。 昼夜が酒を飲み出した頃のことだ。それ以来彼が日の経つにつれて口をきかなくなり半四郎が訪ねてきた時も彼はほとんど黙ったままで半四郎だけが話して帰った「この頃ろちっとも口をお聞きになりませんね」その時もおうから先に言い出した「どうしてあんなに黙ってばかりいらっしゃるんでしょう?」。何か… お気に入らないことででもあるんでしょうか。そんなことはないでしょおお日は今度も人とごとのように答えた誰にでも機嫌の悪い時があるものよそれから少し間を置いて付け加えた昔から時々あんなふうになることがあったそうでしょうかねとおうはやや不服そうな口ぶりでいった 私にはそんな覚えはないようですけれどおこうは忠也に父をやって育てた忠也が3歳の時いとまをもらい16年後彼が中藤家を出てからまた頼まれて世話をするようになった従って16年という空白期間にあったことは知るすべもないが申告徴で一緒に暮らすようになり 朝晩の生活を直に見てきたところでは昼夜のそんな様子に気づいたことは一度もなかっただがお京は妻であるしお幸が離れていた期間の彼を知っている昼夜がそんな様子を見せる癖もその期間にあったのかもしれないとおうは思った「大阪へ行く」と言い出したのは二度目に半四郎が来た時のことであった。芝居も 浄瑠も髪型で生まれ髪型で育てられたものだ江戸は出店見たようなものだから本場へ行って昼夜節の価値を試し学ぶことがあったら学んでくるそういう意味のことを枯れ枝でも折るようなポキポキした口ぶりで簡単にというよりはむしろ不愛想に語った半四郎はそれに反対し自分の意見を述べた。 関東と上方では水が合わない人間の気質も生活の仕方も違いすぎるまた芝居や浄瑠璃も発生は上方であろうが今では江戸が本場という形になっているしたがって今さら大阪へ行く意味はないだろうということをかなり強い口ぶりで主張したそれに対して中夜は口をつぐみ半四郎の意見を 否定定ももしししなないし肯定した様子もなく何の感情も表さない顔つきでしまいまで黙って聞いていたおうは半四郎が帰るとすぐにお京を脇へ呼び「本当ならどうなさる?」とせき込んで聞いた「なぜそんなことを聞かれるのか?」といったようなおっとりとした目でお京はばあやの顔を見返した「大阪へいらっしゃるって言うんですよ」。 とおうはじれったそうに言った「もし本当ならどうにかしなければならないでしょう」「だってどうしたらいいの?」お京の顔は平然通り落ち着いていた「男のすることに女が口を出すものじゃないでしょうそれに道楽とか遊山をしに行くのではなく仕事のためだと言ってたようじゃないのそれをよしてくださいなんて言えると思って。 おうは目を見張った現実には見張ったのではないお経が自分の知っているお経ではなく初めて見る人のように感じられるのに驚いたというふうな目つきであった「あなたがそう思っていらっしゃるんなら私に言うことはありませんけれどね」。おうは未練がましい調子で言った「今度の芝居が駄目になってから急にお酒を飲み出したり」。 ロクロク口もきかなくなったり前の若旦那とはすっかり人が変わったようなので何か間違いがなければいいがと私にはそれが心配でしようがないんですよ男は変わっていくものよお経はなだめるように微笑しながら言ったあんたはまだばあやさんの目で見ているから変わっていくのが心配になるんでしょう 女と違って男は世間と戦わなければならないしそれにはいつまでも同じ自分でいるわけにはいかないでしょもしもうちの人がいつも同じうちの人だったらその方がかえって頼りないと思うわおうはそれとわからないくらいわずかにそっと頭を振ったお経の言うことは正しいそれはその通りであろうが 昼夜の変わり方には、そうでないものが感じられる。男がさらに男らしく成長するのなら、その変化はもちろん喜ばなければならない。だがそうではないのだ。同じ変わりようでも、まっすぐにではなく、歪んだり崩れたりするような変わり方。前へ行く道ではなくて、どこかよそへそれた道へ向かっているという感じがするのである。だがおこうは、 それを口に出しては言えなかったまだ乳母の目で昼夜を見ているというお経の言葉に口を塞がれたような気がしたからであった大阪へ行くつもりだと昼夜が言い出した時お経は「そうですか」とうなずいただけであった何のためにともいつ帰るつもりかとも聞かず「ちょっと出かけてくるとでも言われたかのように」 持って行く衣類や旅自宅の相談を始めたお香は金の都合を頼まれたのでそれを塩に思い切って問いかけたが昼夜は答えなかった「俺のことなら大丈夫だ心配するな」と言っただけであとはどうせがんでも口をきかなかった「ではもう一つだけ伺わせてください」。お香は咎めるような声で言った ご心臓さんは来月が海月だということをお忘れではないでしょうね俺がいなくては産めないかそんなことは申しませんご承知かどうかを伺いたいんですお前何が心配なんだ昼也はいぶかしげな目でおうを見た生まれる時が来れば子は生まれるお前だって初めてお産に立ち会うわけではないだろうし 俺には俺の仕事があるんだそれでも何か心配なことがあるならいっつくれなんだおこうにはそれ以上何も言うことはなかったし中也も追及はしなかった支度ができるとすぐに中也は大阪へ旅立った行く時は知らせてくれと安四郎に念を押されていたが知らせもしないしどこへも寄らなかった門口で振り返り返もせずに、 あっっっさりと出て行って行しまった「これは別れではない仕事のために出かけるだけだこれまで半四郎を訪ねて帰ったり中村座へ行って帰ったりしたように大阪へ行ってまた帰ってくるだけだただし今度帰る時は昼夜節をものにしてからだ」と彼は思った「7月に入ったばかりで季節は秋になったわけであるが」 残暑というう。のだろう日差しは真夏より厳しいくらいであり梅雨が明けてからずっと晴天続きのため全てが乾ききったようで初めから旅には条件が悪かった昼夜は休まずに歩いた何やら自分を痛めつけ苦しい目に遭わせようとでもするように鉄鋼にもキャハンにも汗がしみ出し 両掛けを肩にした着物の背中も絞るように濡れてしまったが品川の大木戸を過ぎて御殿山までは一度も休まなかった御殿山へは二度か三度行ったことがある一度は花見他の一度は品川へ潮干狩りに行った時であったしかし彼が今そこへ行ってみるとちょうど祭礼で町中が馬鹿げて騒々しく 茶店に入る余地もないためそのまま通り過ぎて大森へ向かった品川宿を抜けてしばらく右側に大きな寺の黒い柵と黒門のあるところへ来た時後ろから声をかけられた振り返ってみると旅支度をした三重絡みの男で杖傘を脱いで右手に持ち人懐っこい笑い顔でひょいと挨拶をした もちろん全く見覚えのない顔であった山本周五郎作国変歴その第65回七の一途中まで